大学でも事件が起きてるんだよ。コンタクトの事件が起きてるんだよ。開幕戦、ちょうど開幕戦なのよ。松村の弟がすごい練習してたのよ。3年生、3年生の時、はい、2年生の時、はい、で3年間で1個下だったで、私4年で、で開幕戦プロのスカウト12球団全部来てるんだよ。たまたま東都大学の連続無失点記録作ってたの、ずっと松村さんが。松村さんじゃない、あ、お前3になるの、3になるの、おお、まあ、大田山作ってたの、はいはい、でもう芝池さんってね、専修大学の人の記録行ってたんです、はい、で12球団私のみたいないよ、松村見に来てたじゃない、はい、な、そこでさ、寮出る前にさ、片方さ流してしまったのよ。あっと思ったらすっとも水晶が水晶がさあー言わないのに